なんでしょう、藤田純一さんはいつもこういう大きな魚さばいてるんでしょうかね。ちょっとその様子聞いてみてください。陽子さん、こちらステージです。今豪快にマグロが今頭が落ちました。こちら頭、シママのメバチマグロでございます。陽子さん、はい、太りすぎですこのマグロ。何を食べてそんなに太っちゃったんでしょうかね。おぎやみですねすごい腹の厚みがすごいですよ。こちら油の乗りは最高ってことですか。最高ですよね。最高だそうですじゃあ250人分のね整理券が配られたんですけれども、もしかしたらそれ以上いくかなというね感じはしますので、その際はアナウンスさせていただきたいと思います。ちょっとだけね、ポツポツ、空の方から降ってきたような気がしますけれどもね。はい、腹が今降りました。はい、こちら腹でございます。純一さんが下ろしたものをお隣で健さんが先取りして、はい、健、はい、さんよろしくお願いいたします。いいマグロって皆さんおっしゃってますね。ちょうどお昼時ですからね、刺身が食べたい時間帯ですので、ね、陽子さん、はい、魚って腹に油を持つと思ってますよ。思ってますでしょう。川岸にすごい油。ここですここ。川とこう身の間が美味しいってよく言いますもんね。ね、今日はすごいですね。今日はっていう。もう今完成が届きます。コンビの大ファンがいるようですね。はい、手際よくさばかれていってますけれどもね。はい、次は、スライスをしてくださるのが、民宿の方々ですね。はい、皆さんもう少しですよ。整理券をお持ちのお客さんで、間もなくでお刺身になって皆さんのお口に運ばれますからね。もう少しお待ちください。整理券をお持ちのお客様はですね、ステージの、左側東側ですね、東側の方に今お並びいただいております。はい、順番にねお配りいたしますので、慌てずに、整理券をお持ちの方は、必ず食べられますので、慌てずにですね、そのまま右側に流れるようにお進みいただきたいと思います。先ほどね、ケンちゃん話してくれましたけども、お刺身につけるお醤油は甘めのお醤油なんだそうです。ぜひね、味わってみてください。はい、民宿の方々がですね、スライスしたお刺身は、今度は女性部の方に、はい、女性部の方がお皿に盛り付けて、皆様の方に配られます。
はい、それでは大変お待たせいたしました。整理券をお持ちのお客様、順よくですね、お進みいただいて、メバチマグロのお刺身味わってほしいと思います。それでは、一番最初にお刺身を食べられたお父さん、お父さん、お父さん、あなたです。お父さん、どうぞ。はい、どうですか？ちょっと食べてみた感想を聞きたいんですけど。